探偵日式は、原作、清涼院流水、原案、脚本、大塚英二、作画、橋一図による漫画、JDC シリーズのトリビュート作品。また、多重人格探偵最古、黒崎欺師宅配便、都電化の笹山徹るサーガの一つでもある。大塚英治と橋一図による漫画版が、エースと苦悩ボリューム1ボリューム5。 月刊少年エース2004年10月号2005年6月号、11月号2006年2月号、4月号、9月号2007年1月号、4月号、5月号、7月号から12月号、2008年1月号3月号、6月号から12月号、2009年4月号6月号で連載された後、2009年の清涼院流水による、 小説版をもって完結した。漫画版、全6巻。小説版、全1巻。2003年スタートだが、作中では裁判員制度が導入されており、1995年の阪神大震災が重要なキーワードになっている。政府公認の探偵集団、日本探偵クラブ。その彼らに探偵日式への招待状が届く。それが、 史上最悪の事件の始まりだった。ボランティア探偵クラブ。向え台小学校探偵クラブ OB による自称 NGO。日本探偵クラブ。ありがとうございます。